久保さん、未来は手の中にしましょうか。はい、まあ、どうなるか分かんないですよね、うん。でもどうなるか分かんないからこそ、今までとは違うことをやってみるっていうのが、まあ一つの、うん、道ですよね。ただその今まで通りだったら今まで通りなんで、今まで以上にはならないわけじゃないですか。 新しいことに挑戦する、でもその挑戦しようとすることが大丈夫なのかなとか思う気持ちはあるだろうし、怪しいのかなとかいろいろあると思うんですけども、じゃあそれをやらなかったら今まで通りなんで、うん、だ今まで通りに不,不平不満があるんだったら、なんかその、今までの自分の価値観だったりとか、自分の今までの常識っていうのを疑わないと、多分前に、新しい道っていうのはね、多分、まあ本当無理だと思いますよね。 うん、あれもこれもダメこっちもダメじゃあいいところって、まあだからずまあ、人,人生的に言うならば、まあ、常にハローワーク行くとか求人票を見るっていうことしかないじゃないですかその現実で生きるしかないですよね新しい現実を入れる新しい現実を手に入れたいんだったら新しい現実の、うん、違うその何ですか今まで自分が経験したことがないような現実に触れていくしかないですよね うん、それを触れないんだったら今触れているハローワーク今触れている求人雑誌しかないですよね、うん、だからこれはもうしょうがないんじゃないですかね、うん、どっちで生き,て生,きて生,きて生きていきたいのかっていうもうそれに尽きると思いますよねただ他の世界に行きたいんだったら違う世界に行きたいんだったら、うんね、あのアメリカの法律を勉強しないといけないだろうし まあアメリカに住むんだったらアメリカの言語をね、あの、喋れた方がいいだろうし <laughs>、でもしんどいじゃないですか。一から英語を勉強するとか。でもアメリカで住みたいんだったら、あの、英語喋れた方がいいですよね。うん。それは難しいし。でも自分が結局どうしたいのかって話ですね。うん。日本で、日本でいいんだったら日本でいいだろうし、いや、日本じゃ嫌だと。 こんな日本じゃ嫌だって思うんだったら他行けばいいだろうしでも他行くんだったら新しい言語を勉強しないといけないよと、うん、あなたの今までの言語は通用しないよとまあ一部はね通用する人もいるかもしれないですけどねでも8割9割は英語で喋ってるわけですから <laughs> 日本日本,日本っていう国も9割9分はまあね日本語でみんな喋ってるわけですから、うん、そこはね、まあ、受け入れないといけないですよね、うん いってらっしゃい。